本日は前回動画を出しました山内くんのピッチングをお送りいたします。左ピッチャーの方、ぜひとも参考にしてみてはいかがでしょうか。山内くんは投球の間に何度かフォームをチェックする時間がありました。これはピッチャーとしていいフォームで投げようとする意識の表れだと思います。はい、ということで今回は山内くんのピッチングをご紹介しました。何か参考になる点がありましたらコメントの方お願いします。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、いいねお願いします。それではありがとうございました。